東原町電。原町電は、東京都町田市の地名。現行行政地名は、原町電2丁目から6丁目。郵便番号は194-0013。町田市中部に位置する。町田市の中心地で、南多摩、相模においては、八王子駅周辺などと並ぶ、地域最大級の繁華街である。東は小笠か、南は、金森、金森あ北は、森の、 中町、南大谷西は神奈川県相模原市南区上鶴間本町と接している。西端を JR 横浜線が通り、小田急小田原線が北端を通っている。周辺道路はいずれも交通量が非常に多いため渋滞が発生しやすい。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば、 原町源3の十四の八の地点で二十七万七千円、平方メートルとなっている。町田駅前の商店街室町幕府の成立初期に、琵琶湖に定住していた肘方氏、夏目氏、山村氏は市君である、足利元氏が鎌倉に下校した際に従い、関東に入った。三橋一族は、関東で騒乱が、相次いだため鎌倉から、大石氏の八王子城、滝山城、 たくさん城と線っていった。その後、三橋新江門が宝城宇じてるに衛星機能を請願、認可される。三橋一族は原野を開墾したのではないかとされている。鎌倉時代頃より鎌倉街道が通っていたが、江戸時代半ば頃までは鎌倉時代に宿の置かれた本町田が中心で、この地域は農地や原野が広がっていた。江戸時代後期頃、 八王子から横浜駅糸を運ぶための絹の道や、東海道、大仙街道の脇王館がこの地を通り物資の中継地となったため、次第に木糸取引や宿場として栄えるようになり、生死、織物、干物を中心とした商業も盛んに行われた。昭和に入ると、近隣地域に現町田陸軍病院、原町田陸軍通信学校、 原町電陸軍兵器学校や陸軍主管学校が移転し、1942年に綾瀬市と山都市にまたがる厚木飛行場が完成すると、軍人や軍属の住民が周辺地域に増加し、原町田周辺がより発展することとなった。第二次世界大戦時は陸軍関係の学校や病院は相模用の周辺に多かったものの、 軍需工場が少なかったためか空襲の被害は少なかった。町田村の近隣の原野を開拓した村であったことから、1583年前後に原町田村が町田村から分村した後、六人市市開催の権利を得たとして、市を開いたが、それまで市を開催していた本町田村側も、権利を主張し、開催を1584年前後から再び行うようになった。 両村は互いに譲らず紛糾し、訴訟にまで発展。1587年後北条氏が裁定し、3歳市をお互いに開催することとなった。この市は明治時代に入ると六人と市に戻り、以後は絹の道の中継地となっていた原町殿で行われるようになった。通称26の市と呼ばれ月6回開かれていた。1767年の 原町田村伊津には、市が開かれると、上雲寺から小楽寺門前に、店が並んでいたとされている。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。JR 町田駅北口、小田急町田駅西口町田バスセンター、東日本旅客鉄道、小田急電鉄横浜線。 小田急小田原線、町田駅、町田バスセンターを参照主に神奈川中央交通により運行されている。小田急線、JR 横浜線町田駅もよりの停留所は町田バスセンターである。現町田大通り町田市立中央図書館町田市立国際版画美術館町田市立競りが谷公園小楽寺町田天満宮町田駅周辺部の詳細については、 町田気駅,駅周辺も、参照行政文化教育警察消防商業ホテル、結婚式場郵便局金融機関講演寺院、神社。ありがとうございます。